はい、こんにちは。JBS 武蔵の豊田です。今回の動画はですね、ステップ足の使い方についての動画になります。タイミングがうまく取れない、体が突っ込んでしまう、いわゆる間をしっかり作れとよく言われる。また、フルスイングできないとか、こういったことを言われる選手も今回のことに当てはまってくるかなというふうに思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。で、よくバッティングはですね、間をちゃんと作った方がタイミングがあってうまく打てるよということをよく、この間の作り方についてかなり大きな間違いを教わっているケース、可能性が非常に高いです。それではまず選手の解説動画がありますので、まずはそちらをご覧ください。それではこの選手のスイングを見ていきましょう。まずはスローでご覧ください。もう一度いきます。まあ見てお分かりの通り、バットを振りに行った際にバットが角に下から上に振り上げるような形になってしまい、ボールの上面を擦るようなバット軌道になっています。今回のスイングの大きな問題点はステップ足にあります。構えてからテイクバックを取って、ここからステップをしていく際に、このステップ足が体から大きくこのように遠回りをしながらステップをしていきます。この間の作り方をすると、一つ大きなエラー動作が生まれやすくなります。それはどこかというと、このようにステップ足を体から大きく離すと、体の重心が少しこのように後方に軸が倒れるような形になってきます。そうすると股関節の力なども抜けてしまって、背中にバットをこう巻き込むようなバット軌道になっていったりしていきます。このようにですね。そうすると体とバットがうまく連動せずに、手の力でバットをこのように振ってしまって、結果的にエラーにつながると、そういったスイングになっていきます。ではどういうような練習や指導をしていくと、このあたりが改善されていくかっていうのをこれから紹介していきたいと思います。今回の解説動画で説明した選手のように、体から離してこうやって出していこうとすると、何が起きるかというと、体からですね、足がこのように前に離れれば離れるほど、上半身というのはバランスを取ろうとして、このように後方に重心を倒していくようになります。つまりですね、このように足を前から出していこうとすると、上半身がこのように起きてくる。また、股関節ではなくて、膝関節優位の下半身のポジショニングになりやすいです。そうすると、溜めもできなくなってしまう。また、膝屈曲優位の形になるので、上半身が後方に崩れ、出力ができない体勢を自ら作りに行ってしまいます。そうすると、どんなに間を作ったところでも、バットの軌道がうまく合わなくなってしまう。小手先だけのこういうバット軌道の作り方になってしまったり、全く体幹と連動しないバットスイングの軌道になってしまいます。ではどうしていけばいいかというと、前に出していくというよりは、軸足にこう近づけていくように取っていくと、股関節と膝関節の屈曲がキープされたままタイミングが取れるようになっています。重心を股関節にこうしっかりと乗せてあげて、この切り返しまでの重心のコントロールですね。これがしっかりできるようになると、いわゆる間というものができるようになってきますので、今回はこれの練習方法を紹介したいと思います。今回の練習方法は、このようにバックステップを入れて、ブンとスイングをしていきます。例えば、いわゆる股関節にちゃんと溜めができない人というのは、バックステップをして、テイクバック取った時にこのように体が外に流れてしまったり、極端に頭がこう前に突っ込みすぎて、かなり早く切り返しが進んでいってしまうパターンです。一つの目安としては、この溝落ちの位置ですね。この位置が、こうテイクバックを取った時に、ちょうど足の内側のラインですね。このラインに、こう乗ってくると、体はこのように勝手に前に切り替わってきます。そうすると、比較的間ができたスイングができるようになります。そしてこのスイングの特徴は、ただ間ができるだけではなくて、軸足でしっかりと地面を捉える、こうすると強いスイングを実現する上で必要な足の使い方ができるようになってくるので、結果的に強いスイングや、いわゆる軸がぶれないミート率の高いスイングにつながっています。
このようにですね、このステップの仕方一つで大きくスイングが変わるということを、ぜひこの動画では伝えたかったところになります。ということで、今回の動画は以上となります。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。また、インスタグラム、ツイッターなどの SNS も行っております。概要欄より見てみてください。それでは、今回は以上となります。ありがとうございました。